こんにちは、冷戦です。今日は6月24日月曜日になります。絶食435日目ですね。で、生ミドリムシ開発4日目になります。天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ5時間半とっています。尿回数は3回ですね、3回出てるところ。現在の時刻は午前10時40分ぐらいです。で、今日も 1.5 から3リッター絶食でやっていきます。で、買い出しに1回行ってくるってところですね。まあそんだけかな。で、ミドリムシの方は2リッターのペットボトルですね、そこに 1.5 リッター入れて、ちょっと大きめの実験を進めていく、大きめの容量でね、ちょっと やってみるってところです。まあそんなだけかな。そしたら、絶食435日目始めていきます。今日の1杯目作っていきます。カゴメの野菜1日これ1杯ですね。これ1等や、これからいつも通りですね。まだ洗濯も干してないんだよね。すごいいい天気だから今日はちょっと起きるの遅かったんでね。250と福連の丸大ですね。これをこれも250。で、やっぱアロエ取っても喉の痰の詰まりとか別に治るわけじゃないな。あんまりアロエそう効能っていうほどの効能はないかもな。で、アロエこれでかいでしょ。これでかいでしょ。これ入れてきます。あと酒粕大さじ1杯ともう1杯あと粒あん、まあ多めに入れて、美味しい。で、水を作っていく。ボルビック250。で、この中入れて、そしたらこれ飲んでいきます。2杯目作っていきます。飲むスジアタ、飲む果実オレンジですね。お、250。これちょっと飲んだら買い出しって聞きます。
福連の丸大ですね。大吟醸酒粕、これも全部使っちゃおうと思うんで、割といっぱいあるな、思った以上に。あと粒あん、粒あんを、多いな。おしらこれ飲んでいきます。お昼ですね。日中の室内温度が28度、湿度 33% ってところです。水入れていきます。尾鷲の天然水ですね。もう今日から尾鷲の天然水入れていきます。今日からというか今からだね。まだちょっとボルビック残ってるんだけど、あれは実験用に残しとく。実験用いらないか。いや、いるか。ちょっとだけいるな。まあいいや。少しだけ残しておいて。そしたら、これ飲んでいきます。そしたら買い出し行ってきます。ちょっといろいろ買うもんあるんで、ちょっと時間かかるかもってところです。今買い出しから帰ってきたところです。で、さっきもう出かける前にね、届いた。これ、pH 測定器。pH チェッカーだね。コンパクト、高精度 0.01。pH 単位、コンパクトデジタル pH 計測器ですね。これトリセツね。なんかトリセツはあれだな、カラー印刷しただけだなこれ。カラー印刷しただけだな。で、構成用の粉末っていうかね、これでpHの調整するってやつだね。 4.01 と 6.86、で、これpH、これですね、pH 測定器です。あ、これ電池入ってんだっけ。あ、入っとるね。見える。これで、なんか LED みたいなガラスのセンサーがありますね、ここ。ね、これ差し込んで、計測するってところです。まあ見た目、まあいいとこでしょう。多分上パカッて開いたら、電池入れるところがあるんだろうな、って思います。これ使って測定していくってところです。で、これはまあ明日かな。使うとしても明日だね。まだ今日は使わない。今日は1.5リッターのペットボトルを、始めるっていうか、それで一回作る。一本作ってみるもんで。で、買ったもの、まずこれ。追加だね。1.5リットルのペットボトルを。本当は2リットルで探したんだけどね、2リットルのやつが売ってなかったね。つるっとした、表面がつるっとしたタイプだと、もう 1.5 リットル。炭酸タイプでね。炭酸飲料で 1.5 リットルしか、まあなかったもんで。1.5 リットルがもしかしたら一番いいのかもしれないと思って 1.5 リットルでやることにした。で、その 1.5 リットルのペットボトル用に、これ1個ね、買ってきたというところです。で、ペットボトルはこれ。ファンタ。これだね。
これが 1.5 リットルで、ここにアマテラスオオミカミっていうあの紙貼って、で1リットルだね、1リットルだけ入れて、でここ空気層だね、空気層を設けて、でこれあの差し込んでって形だね。うん、中身はあの捨てちゃうよ、これファンタは飲まない私は飲まない。これもね、あ、これコカ・コーラ出してるね、コカ・コーラが出してて、あ、もう原材料名の最初はね、加糖、ブドウ糖、液糖ってきてんだよね。で、オレンジ果汁、オレンジエキス、炭酸、香料、酸味料、ビタミン C、カロチン、色素、甘味料はステビアって書いてある。まあ、人工甘味料、まあ、ステビアだったらいいか。ステビアなら飲んでもいいかって思うけど、果汁 1% でしょ。これ多分精神に悪いなと思うんだよね。加糖、ブドウ糖、液糖が最初に来てるもんで、この大半は加糖、ブドウ糖、液糖ってことだ。うん。で、次にオレンジ果汁って来てるけど、オレンジ果汁、オレンジエキスって来てるけど、果汁 1% って書いてあるから、ほとんど入ってないってことだよね。うん。だもんで、この中のもうほとんど大半は、加糖、ブドウ糖、液糖ってことだ。うん、なので果汁 100% のジュースとはまるで物が違う。まるで物が違う。こういうのはね、飲みすぎると精神に異常をきたすっていうか、うん、イライラしやすくなったりね、落ち着かない感じになったりする。あとは甘いものがやめられなくなるっていうのかな。常習性というか、中毒になっちゃうって。そうすると、まあちょっと悲惨だもんで、これはまあ捨てる。ただペットボトルだけ使うけどね、うん、で飲む果実ね、飲む果実とこれ無添加吟醸酒粕、これだね、ジンクアンで読みいいのかな、こういうの何でも、あ、三重県伊勢市だこれ、うませ町、前ずっと大学来た頃は伊勢に住んでたからね。ああ、伊勢の酒粕だ、これ。ジンクアンかな、これ。なんて読むんだっけ。ちょっとまた調べようかな。神様の神に久しいの久だね。で、アン。何々アンとかいうのアンだね。うん、ジンクアン。人口調だったかな、なんかあったな。で、これ酒粕。お勤め員半額になってる酒粕。1キロ。1キロだね。これは漬物用だね。粕漬け用の酒粕なんだけど。あ、内容量2キロだ。2キロ。2キロ入ってる。これが698円が半額になってたんだよね。で、こういう粕漬け用の酒粕って、どんな味なのかなと思ってちょっと気になったっていうか、うん、なんかもう液が出てるね、ちょっと気になったもんで、まあ味見してみようかな、もし美味しかったらね、やったって感じだねやったって感じだけど、でも、まあ、使えなくても300円、350円か、350円ぐらいのことだし、うん、まあ、いいかって思って。で、あとトイレットペーパーね、トイレットペーパー。うん、私は2階のトイレで使ってるんだけど、2階のトイレは、私が自分でトイレットペーパーを買ってきてるもんで、うん、自分用というか、まあ、自分しか使わないから。なんで、まあ、掃除とか、トイレの管理は私がやってるって形で、2階のトイレはね。うん、で、まあ、トイレットペーパーがもうなくなってきたもんで、なくなってきたっていうか、もう、あと、ワンロールしかないもんで。で、まあ、買い足しっていうことだね。補充。これ買ってきたってところです。あとは、豆。豆だね。豆。普通の、大玉大豆、豆、北海道産、うん、ここにまあ、豆は生きてますって書いてある、まあ、乾燥してるけど生きてますって、乾燥していますが豆は生きていますって、まあこれをね、この豆を今ね6本あるじゃん、で B が米粉なんだけど、
もう米粉がねもうあの全然繁殖しないというか増えていかないもんで、なので一回ちょっとあのやめようかなと思ってます。米粉をね、米粉やめて、で豆を入れてみる、そういう形でやってみようと思ってます。豆入れてどのぐらい、まあ、膨らむ、あの、まあ、どうなるのかなっていうか、うん、玄米があれで調子いいもんで、玄米はちゃんとあの増えてるもんで、ミドリムシがね、玄米でいけるんだったら大豆でもいけるんじゃないかな。大豆もそのまま生でね、玄米そのまま投入してて大丈夫なら、豆もそのまま投入したら大丈夫なんじゃないかな。だからわざわざあの豆乳で、無調整豆乳でやらなくても、豆そのまま入れたらいいんじゃないかなって思った。それ試してみよう。なんか米粉はもうやめて、米粉はもう終わりだけど、あのあそこから米粉はちょっと、米粉だけ出すのはちょっと難しそうだもんで、そこどうしようかな。中におそらくミドリムシはいると思うんだよね。まだ生きてると思うから、それを捨てるっていうのはちょっと私にはできないかなって。愛おしくて。だからもうあの状態、まあ、米粉入ってるけど、米粉入った状態でこの豆をちょっと投入してみる、入れてみる、で様子見てみるってところです。うん、調子よかったらあのその後豆だけ、あの他のやつがある程度あのグリーンになってきて、綺麗な蛍光色になってきて増えてきたら、そこからあの少し取って、引き種に取って、元種に取って、で新しく作って、そこにまた豆だけ、今度は豆だけでもう一回やってみるとかね。まあそういうふうにしてもいいけど、一回ちょっと試しにあの B の中に豆を入れてみて、で実験してみるってところです。まあ、それ用に買ってきたってとこですね。うん、でこの 1.5 リッターのやつは、これはあの生の米、玄米でやってみるっていう形です。で1リットルでどんな感じで、米をちょっとね多めに入れてみようと思ってます。多めに入れてやってみる、まあ、大さじ2、どのぐらいがいいかな。まあちょっと考えます。500に大さじ1の方がね分かりやすいんだよね。分かりやすいから、まあやっぱ大さじ1の方がいいかな。だからそうすると、まあ、1リットルだったら大さじ2杯だね。大さじ2杯ぐらいでやってみてもいいけどな。まあその辺、まあでも、まあそうだね。まあいろいろ試していこうと思ってます。まあそんな感じです。そしたら、なんか飲み物を作りますね。今、あの、酒かす、容器に移してきたとこですね。2キロあるんで、あとこれ、こっちもね、2キロ。あ、中に液があるんで、あんま傾けると漏れてくるっていう、まあそんな感じ。これもあの使っていく今後、とりあえずが味見ようかな。ちょっとだけ舐めたけどね、なんか醤油っぽい感じだったんだよね。最初の方は酒粕なんだけど、後から強めのなんか醤油っぽいね味わいが来るんだよね。だからこれは豆屋ミックスだね。豆屋ミックスと混ぜると合うかもしれない。豆屋ミックスには相性がいいかも。でも全然いけるね。漬物用ってどんな感じかと思ったけど、
全然問題ないね。うん、ちょっと意外だった。もう食べられないぐらい、かなと思ったけど全然問題ないね。いける。 2キロ300円、350円で2キロゲットゲットした大きいなこれ、なんかね、美味しい酒粕、を思いっきり味わいたいなってちょっと思ったんだよね。思ったらね、もう即だね、やっぱ即叶うね。まああれ美味しい、でも美味しいかな、全然問題ない感じだね。まあ美味しい酒粕っていうか、まあ酒粕が食べたかったとか、酒粕欲しかったんだよね。でこれ陣球庵の吟醸酒粕だね。これ味どんな味なのかちょっと見てみたいんで、なんか味の方を確認、ちょっと見てみる。これは完全なバラカスだね。しっとりとかじゃないやつだね。ほとんどないな。風味風合いほとんどないね。ちょっと意外だな。吟醸だからかな。なんかね、どっちかというとチーズ、あんまり味のしないチーズっていうかな。そんな感じ。なんか米の固形分が少し、はい、残ってる。後の方で少し来るかな、ふわーって来るかな。これはね、つまんだ方がいいなつまんだ方がいい、入れない方がいいな、ドリンクには。つまむ、おつまみだね。おつまみならいいかもしれない。入れるとあんまりほとんど意味をなさないっていう感じかな。こんな感じだね。つまむなら美味しいかなと思うんだよな。なんかチーズっぽいんだよ、チーズっぽい。酒粕のなんかきっつい感じがないっていうか、きっつい感じないんだけど、風味風合いもあんまり感じられないね。おつまみにいいな、おつまみにいいけど、ちょっと入れるにはな、トーカミックスとかトーカミックスに入れるにはちょっとな、ってところですね。これはまああれだな、おつまみ用にしよう。まあちょっと食べとるとか言われるかもしれないけど、まあ溶かしたら一緒だしいいだろまあおつまみ用にちょっとつまみ感じで使う。これは、これは入れない方がいいな。入れるのはこっちだね。こっちでやろうかな。で甘酒を使う、作る、大好き甘酒、1匹の甘酒作ります。500でやろうと思ったけど、もう前の竹屋のやつをしばらく買えないもんで、金銭的な理由でねあと手持ち1000円しかないからだもんで、まあ実験、まあやっぱりレシピ
酒かす麹甘酒のレシピはこの間のやつで完成ってことにしようかな。まあ、今日はとりあえずでも500でやるけど、同じ酒かすがないもんで、なのでまあ調べられないっていうのがある。まあ粒あんやめとくか、甘酒だしな。カス漬け用の酒粕だけどね、粕漬け用の酒粕でやる。で、1匹の甘酒だね。これを 330g だね。昨日の動画の説明の時に 330ml って言ってたね。これあれ言い間違い、私なんか言い間違い割とあるんだよね。このビニールがね、なかなか切れてかない、切れてかないっていうのはなんか違うって言ってるような感じがするんだよな。大丈夫、危ない危ない。これやっぱ醤油かな、醤油のような感じがしないでもない。これを、まあ、大さじ3杯かな、3杯、合うかな。なんか醤油の味がするもんで、甘酒のような甘いものにはまあ一応合わないかもしれないけどな。どんな味になるのか一回試してみる。ああ、でもこれで一応酒粕2キロは手に入ったから、まあ、しばらく酒粕の心配はしなくて良さそうだ。コップを持ってこないとな。500じゃ入らんもんな、これ。ちょっと待ってよ。で、この中に割れていけるかな。割と美味しいね。いけるね。別に問題なさそうだな。あの酒粕で、で味見。あ、ちょっとさっきちょっと始まったけど、いいね。最後の一番最後にやっぱちょっとなんか醤油っぽさっていうのかな、あの粕漬けのあの独特のあの茶色いところだね、茶色い液体の部分っていうのか、醤油のような味わいっていうのかなが入り込むけど、問題ないね。
個人的には全然 OK だな。うん、いけるな、いけるわ、全然問題なくいけるわ。そしたら水、コースの天然水だね、250。したらこれ飲んでいきます。これ取っていきます。スジャータ名楽の有機大豆使用きな粉豆乳飲料ですね。これ飲んでいきます。大豆固形分は 4% 以上、原材料名有機大豆遺伝子組み換えでない、砂糖かっこ黒砂糖三温糖ですね。な、砂糖、いい砂糖使ってるんですね。これは白砂糖じゃないやつ使ってるってことです。で、植物油脂、粉末水飴、有機きな粉で天日塩、セルロース乳化剤香料増粘多糖類、内容量は 330ml ってところです。これを飲んでいきます。うん、ちょっと黒っぽい、きな粉色って言っていいのかな。うん、なんかコーヒーっぽいな、コーヒー飲料っぽいね。うん、カフェオレっぽい。うん、きな粉、まあ、きな粉だけど、なんだろうこの粉っぽさ。なんかね、麦をいったような、あ、麦じゃない、米ぬかをいったような、うん米ぬかをいったような味がするっていうのかな。うん、確かあれは米ぬかだったと思うけどな。うん、そうだね、いったぬかの味がする。うん、いったぬかの味がする、米ぬかだね。うん、まあ悪くはないと思う、悪くはないけど、体には良さそうだね、体には良さそうで、カフェオレの味がするもんで、カフェオレに甘いカフェオレに、あの、いった米ぬかを混ぜた感じっていうのかな、そんな感じ。うん、だね、後の方でなんか米ぬかのいったやつ、そんな感じの風味が出てくる。まあ悪くはないかなと思う、うん、体に良さそうだね。でも米ぬか入ってないもんな、有機大豆、が関係してるのかな。まあ、あ、これすっごい美味しいっていう感じではないけど、まあ、体に良さそうかもなっていう、そんなとこですね。そしたらこれ飲んでいきます。水入れていきます。尾鷲の天然水ですね、これ250。ちょうどかな、まあいいとこでしょう。そしたらこれ飲んでいきます。これ飲んでいきます。キッコーマン豆乳飲料マンゴーですね。これ、大豆固形分は 2% 以上だね。少ないね。他の 4% なのに。原材料名大豆カナダ遺伝子組み換えでない。あと砂糖、マンゴー果汁、難消化性デキストリン、寒天、米油、ペクチン、香料だね。香料はペクチン。クエン酸、乳酸カルシウム、香料っていうところです。内容量は 200ml。味の方は、濃厚なマンゴーの味だね。
うん、マンゴーだ。豆乳らしさはみじんもないね。みじんもない。うん、うん、マンゴーって感じだねこれ。うん、なんかクリーミー感、なんか微妙にクリーミー感、まあでもわからんな。うん、普通に何も言われずに何も言われずに出されたらマンゴージュースとしか思わないねこれ。マンゴージュースだ。豆乳飲料とは思わないだろうな。普通に何も聞かされずにっていうか説明されずに出されたらね。うん、これだったらマンゴー普通にマンゴージュースいいじゃんみたいな感じだけどな。うん、あんまり豆乳をあんまり足しちゃったらあかんかったのかな。味が弱く薄くなっちゃうとかでね、あかんかったのかもしれないね。うん、なんちゃって豆乳飲料みたいな感じになっちゃってる。マンゴーのもうマンゴージュースって感じだね。そしたらこれ飲んでいきます。次、キッコーマン豆乳飲料白桃ですね。これ飲んでいきます。これも大豆固形分 2% 以上だね。大豆原材料名大豆カナダ遺伝子組み換えでない。砂糖白桃果汁難消化性デキストリン米油コリオペクチンセルロースクエン酸乳酸カリシウム香料ってところです。で、味の方がまあ白桃の味はするね。ちょっとなんか確かに豆乳の入ってる感じがあるね。うん、すっごく分かりにくいけどかすかに。うん、かすかになんかミルクっぽさっていうかそういうのが入ってる感じはあるね。けど、うん、これだったら白桃ジュースでいいじゃんっていう感じでもある。別に豆乳飲料っていうかなんかそういう感じでもないんだよな。豆乳飲料っぽくないっていうのかな。うん、これなら白桃ジュース飲んだ方がいいんじゃねって感じだね。白桃ジュース飲んだ方がいいんじゃんこれだったら。うん、って感じだな。うん、豆乳取りたいんだったら別にこれじゃなくてもいいよね。特濃とかさ、まあ、うん、調整豆乳買えばいいだし。うん、この味だったら普通に白桃ジュース飲んだ方がいいと思うけど、まあ、うん、なんか豆乳と加えてなんか美味しくなった白桃ジュースっていうのかな。なんかクリーミー感の出てるね。あ、この白桃ジュースなんかすごいミルク感が強くっていい味だみたいな、そういうのを期待して飲むとがっかりするっていう、そんな感じの味。そしたらこれ飲んでいきます。今日のラストを作っていきます。カゴメの野菜生活100グリーンスムージーですね。これ250、うん、ようやくあの編集が終わって今レンダリングやってるところですね。うん、レンダリングが2時間ぐらいかかる。完了するのはもう深夜0時近いね。そっからアップロードなんで、アップロードはまあ明日入っちゃうかな。
福連の丸大ですね。を250。これ全部かな。多分全部だと。あ、違うか。あといっぱいあるのか。で、粕漬け用の酒粕。粕漬け用だけど。だけど、美味しい。割と美味しいね。コクもあっていいな。って思った。下手に高いやつよりもきちんとコクがあるからいいかもしれない。やっぱちょっと醤油みたいなね味わいが、これ人によるかもしれないね。好みが分かれそうだけど。で、つばん。なんか最近つばんがちょっと愛おしくなってきたね。砂糖中毒の影響なのか、それともまあ単純につばんが好きなだけか、うん、味、まあ味見る前もないけど、うん、美味しいね。うん。うん。いいね。ほんと一番ラストのラストだね。一番最後に、あの、ちょっと醤油っぽい感じの酒粕の風味、風合いが、一番最後に来るね。うん。でも、全然いいわ。これで2キロ300円ぐらい、350円だからね。万々歳だね。よし、したらこれ飲んでいきます。え、水取っていきます。尾鷲の天然水ですね。これ250。これで今日1000だね。水1000と、水1000と、あと実質量が3000、合わせて4000ってとこですね。うん。したら、これ飲んでいきます。え、おはようございます。今、午前7時47分ぐらいですね。そしたら今日もウイローリー3回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中ですね。66かな。66ですね。血圧測っていきます。111-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れで、夜に1時雨降ってます。で、睡眠時間は5時間半ほどとってます。深夜0時半から午前6時までの5時間半ってところです。ジョギングとウェイトトレーニングが今日もなしです。
日中の室内温度が28度、湿度 33% ってところでした。飲んだもの、野菜ジュースが 500ml、豆乳が 1980ml、果物ジュースが 250ml、で、甘酒は270ですね。これは原液になります。で、水は1000。で、合計が 4000ml。で、水1000のため実質は3000になります。なので、今日も 1.5 から3リッター絶食達成です。今日で15日目ですね。で、一応一通り説明していくと、今日は水はボルビック250、あと750はオアセの天然水ですね、を使っています。今後はオアセでいきます。ボルビックは、ミドリムシの実験用に使ってくるってとこですね。で、あと、甘酒は1匹の甘酒、濃縮タイプ400で割ってくださいってやつ。330g だけど実質内容量は 270ml。まあこれは原液で、形状も原液で形状しています。名楽の豆乳飲料生子、生子じゃないわ、きなこ。きなこ。きなこ 330ml。これは豆乳飲料に加えています。あと、キッコーマンのマンゴーと白桃も同じく豆乳ですね。まあそんなところです。あと、まあ酒粕は、最初は、大吟醸だったかな、大吟醸のやつ使ってて、で、あれからにしてからは、粕漬け用のね、粕漬け用の茶色い酒粕。あれを取ってます。あれ取ったらね、なんかちょっと気持ち悪くなったんだよね。体の調子がちょっと悪くなったっていうか、あんま良くないかもしれないな、って思った。まあもうちょっと様子見てですね、2キロあるもんで、350円で2キロ手に入ったし、味も悪くない。ちょっと醤油っぽさがあるけどね。うん、でも全然いい。全然いけると思った。なんで、あれは貴重だから、まあ、使っていきたいと思うけどね。でもなんか今日ちょっとね、なんかすごく嫌な、少し嫌な感覚が出そうなのがあったんだよね。前も話した魂がなんか訴えてるっていうか、教えてくれてるっていうか。それで、酒粕とか今取りすぎなんじゃないかって思って、それかな原因は。って、考えてたら、ふーって消えてったんだよ。それかって、それが原因か。だから酒粕とかあんまり取らない方がいいって魂はなんか言ってるんだよね。言ってるんだけど、なんかもう習慣で取りたくなっちゃうっていうかね。せっかく2キロ入ったんだし、もったいないじゃん。たくさん取らせてよっていう。なんか本心、正直なところです。ただ、魂は、あんまり取らない方がいいって言ってる。難しいところだね。で、まあ、粕漬けの酒粕を今日から、まあ、取るようになったっていうところですね。で、あと、まあ、粒あんを取ってます。で、アロエはね、まあ、いろいろちょっと、まあ、取ってみたけど、まあ、結論から言うとね、そんなに効果はあまりないなってところだね。そう、集中力もね、あの日はやっぱりね、バイオリズムが良かっただけかな。そんな感じだね。他の日でアロエ取っててもね、そう別になんもないな。そう言うほどなんか、変化はないっていうかな。ただあの日、ただ、調子に良かった日は、アロエ結構たくさん取ってたから、で、あれ以降ね、アロエはね、毎回切りに行くのがめんどくさいもんで、一回前降りてって切りに行くのがめんどくさいもんで、準備するのがめんどくさいもんで、それでちょっと億劫になってるってところがあるんだよね。だから取る量がちょっと減ってきてると、また、効果もいまいち感じられないもんで、ますます、なんか、使う気にならないっていうかね。そういう風になっちゃってる。たくさんアロエを取れるんなら、もしかしたらちょっといいかもしれないっていう風に思ったけど、私はね、もう正直めんどくさいと思った。毎回一回降りてって、で、切って、戻ってきて、準備するのがね、すっごいめんどくさいんだわ。まあ一日一回ぐらいだったら、まあいいかなと思うけど、そう頻繁にはやってられないなと思ったもんで。で、時間を置くとね、切った面がね、ちょっと傷んでくるんだよね。色が、オレンジ色がついてくるっていうのかな。ちょっと縁のね、皮の部分だね。皮の部分の切り口だね。そこがちょっとオレンジ色っぽくなってくるんだよ。
まあああいうのもどうかなっていう感じがあって、冷蔵庫に入れててもね、まあアロエはちょっと今後使うか怪しいな。あれ、まあなんかね、もっとね、もっと効果がすごいおっていうのがあったらね、使うんだろうけど、たくさん取ったら効果が出るかもしれないだけど、まあ少ない量だとちょっと微妙だなって感じですね。ただ一番最初の喉の状態、喉さーっときたあれがなんか気になったけどね、あれが喉にいい影響を及ぼしてるんじゃないかなとは思ったけどね。それ以降でもね、やっぱちゃん、やっぱたまちょっとたまる感じがあるしな、治ったっていう感じでもないし、で、まあ、朝とか一やっぱ一辺切って取ってるけど、それ以降はもう喉になんか来るようなものもないし、なんかアロエは結局なんかいまいちかなっていう感じですね今は。で、まあそんな感じで、そんなところです。で、まあ説明は以上かな。で、尿回数は10回ですね、出てます。濃さはかなり薄め、普通に薄い、完全無色。量は平均的な量から少ない時がありました。大便は0回です。今日は出てません。おならはたまにありで、尿意はなし。まあ、いつも通りですね。で、今日の計測時刻は午前8時40分頃に計測してます。昨日よりも1時間ほど早いですね。まあ、0.1 キロぐらいその分増えてますよってところです。で、体重が 55.90 キロ、プラス 0.35 キロの増加です。まあ昨日と同じ時間帯に測ったら、まあここから 0.1 キロぐらいは減るもんで、まあ 0.25 キロの増加ってところですかね。まあこれでも 0.25 キロ増えたのは大きいかなと思います。この辺はあれかな、酒粕かな。酒粕だとまあ粒あんも結構たくさん取ってるからな、その辺がいい影響を及ぼしてる。まあ、体重をとにかく増やしたいっていうのがあったもんで、まあ、酒かすとかガンガン取っちゃってるけどね最近。これ取りすぎだろうって自分の中でも正直思うけどね。でもなんかね、なんか入れないと体重増えない気もするし、まあ、酒かすにしても粒あんにしてもそうだし、それにね、もうなんかちょっと前までは量だね、一日の摂取量のバランス調整で若返りするっていうところに、まあ、重点を置いてたんだけど、今はもう違うんだよ。もうそれやってないんだよね。今違うんだよ。酒粕とか甘酒を取ったことによる若返りの具合とか、あの肌の状態の良さとか、そういうのをまあ見るっていうのもあるんだけど、それも最近はちょっと、ね、薄くなってきてて、そこもあんまり重要じゃなくなってきてて、今はもうとにかく緑虫だね。緑虫。とにかく緑虫の実験をしよう、そっちを進めていくっていう。だから酒粕とか 1.5 から3リッターとかの摂取量のバランス調整で若返りとか、今その辺に重点を置いてないっていうのかな、そんな感じ。とにかく今一番意識を向けるっていうか、とにかく進めていきたいのは緑虫なもんで、まあ、そういうのもあって、まあ、酒粕とか、粒あんとか、その辺の量は、まあ、ちょっと、正直どうでもいいかなっていうところが私の中にあるもんで、今はね。とにかく緑虫の方をやっていきたい、進めていきたいっていう感じなんで。他のところ、あれもこれもってやっちゃうとね、結局ね、疲れちゃってね、うまくいかない可能性もあるもんで、とにかく一つに絞るっていうのがね、大事だったりする。一つに絞る。とにかく一つに絞る。私の場合はだから今はとにかく緑虫一つに絞るっていう感じでやってるもんで、なんでまあ酒粕の量だとか粒あんの量だとかはあんまり気にしていないってところですね。まあでも魂は気にしろよって言ってるんだけどね。でもそれでもやっぱ3リッターってところだね、実質の量は3リッターってところだけは維持しときたいってところじゃないとね、もう本当にね、もうどん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 落ちていっちゃうっていうかね、取るようになっちゃうんだよね。ちゃんと縛りを設けとかないとね、もうどん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 落ちていく、もうガンガン取るようになっちゃうから、5000、6000、8000、9000っていう風にね、どんどん増えていっちゃうから、まあだから3リッターでとにかく抑えるってところでね、ここは縛り、もう縛りとして絶対やるって、ね。ただまあその代わり酒粕とか粒あんとかまあ多少多めに入れちゃってもいいやっていうところですね。まあそのうち
そのうち、まあ、酒粕とかも飽きてきて減ってくるかもしれない。粒あんはなくなるしな、そのうちな。ただまああんまりしんどくなっちゃってみかんもんで、まあしんどくならないようにはしていきたいと思っています。まあその辺もあって、まあちょっと今日は体重増えてるかもしれないですね。あるいはバイオリズムの影響かってところです。BMI は 17.6 でプラス 0.1 の増加です。体脂肪率は 7.9% でマイナス 0.6% の減少です。だから今日は体重増えてるのに体脂肪率はガンと減ってるんですよね。これ理由ちょっとわかんない、よくわかんない。取る量とかはいつもと変わらないもんで、まあ、水分量、体内の水分量が影響を及ぼしているということではないと思う。それとは別の要因で体重増えてて体脂肪率は減ってる。実際に脂肪減ったのかな、これ。っていうところ、まあそういう見方になっちゃうよね。体内の水分量とか電気抵抗、それによる電気抵抗の変動ではないとするならね。この 0.6%、まあ、誤差の範囲可能性もありますけどね、誤差。でもなんとなくなんか最近体脂肪率安定してるもんで、なんか誤差が出にくいような気がするんだよな。そうだったら脂肪減ってるのかな、これ。なんで脂肪減るんだろうとか思っても、特に飲食物、まあ摂取だね。飲み物に関して思い当たるまあ、ところはないっていうのかな。よくわかんないですね、この減り方は。運動してるわけでもないしな。ただ、まあ今日はちょっとね、ストレスの多い日だったんで、その辺がもしかしたら影響してるかなと思うけど、でも体重増えてるからね。で、血圧は111-73、最高血圧プラス3、最低血圧プラス2ですね。まあ体重増えてるもんで、まあその影響がちょっと血圧にも出てるかもしれないですね。で、脈拍79でプラス6の増加です。今がかなり暑いもんで、それでかもしれないと思います。で、ウエスト66センチで5ミリの増加です。まあ、体重が増えてるもんで、ってところでしょう。で、今日の気づき。まず今日はストレスがとにかく多い日だった。精神ストレスがね、本当に多い日だった。もうしんどかった。疲れたね。いやー、もう疲れた。まあ何がやっぱり一番ネックかって言ったらお金の問題だろうな。とにかくお金のことで悩むことが多い。この白髪のもう9割ぐらいはお金の問題じゃないかなっていうぐらいだね。お金が起因してるっていうのかな。そんな感じ。まあ今日もお金の問題がストレスに直結してるってところです。やっぱりお金はないとダメだな。ラムさんもお金を求めるっていうのは低い波動とか言ってるけど、それ以前の問題かなと思った。それ以前にもうお金ないとダメだぞっていう感じだね。生きていくには。そう思ったね。もう波動がどうこうとか言う前の問題かなとか思った、正直。まあお金がとりあえずその困らないだけあって、それからだな波動がうんぬんっていう話をするのはねって思った。お金がないともうそれ以前とにかくいやもう息継ぎができないっていうのかな、呼吸ができないような感じだね。生きていく上でね、必要最小限のものが揃ってないというか、空気がないのと同じっていうのかな。まずそこ確保しなきゃダメだぞっていう、そんな感じ。お金の問題は大きいね。まあでもそれもね、悪いことばっかりじゃないと思う。お金がない、なければ、それによって自分の望み、もっとお金が欲しいっていう望みが湧くもんで。それか、より豊かな未来っていうのかな。幸せな未来を、喜びのある未来だね。喜びのたくさんある未来を作り出すっていうね。作り出す元になるから、それはそれで悪くないのかなと思いますけどね。まあ、ほいでもちょっと限度があるだろうって思った。そんな感じです。でも、こういう経験をすることによって、お金がない人の苦しみっていうのを、知ることができるっていうのかな。知っている状態になるっていうのかな。お金がない人の苦しみ。分かるかって言ったら分かるよね。同じように苦しんだ経験があれば分かるよね。それが経験があれば分かれば、その人の苦しみを味わうことができる、苦しみを分かってあげられるっていうのかな。そこにその人に対する慈愛っていうかね、愛情の面、愛の面っていうのかな、
そういう気持ちが湧くっていうのかな、愛するっていうこと、そういう深い気持ちが湧いてくることができるっていうのかな。お金に苦しんだことがなければその人の気持ちがわからないもんで、そうすると愛するってことができないよね。慈愛の深さっていうものが湧いてこないよね、うん、結局よくわかんないっていう感じで終わっちゃうよねそういうことだもんで、お金のことで苦しむっていうこともまた大事なことっていうのかな。その経験をすることによって お金で苦しんでる人の気持ちがわかる。そうするとその人に対しての愛するっていう気持ちが生み出せるっていうのかな、それが湧いてくるっていうのかな、うん、知っている状態がまた一つ増えたっていうね、増えるっていうね。だからこれはこれでまあ大事なことだとは思いますけどね。それでもしんどいな、 しんどいわな。うん、まあそんなところです。ストレスが今日はそんな感じでちょっと多かったね今日はね。あとあの緑虫ね、思った、あれ緑虫じゃないんじゃないかなってね思った。育ててて思った。ネットとか見てるとね、ミドリムシってもっとね蛍光グリーンなんだわ。もっとね蛍光色の強い緑色っていうのかな、そんな感じなんだわ。でもあの容器見てると、うん、培養してる容器の中の緑を見てると、なんかね緑茶の緑って感じなんだわ。緑茶の緑、あれモノ一種じゃないかな。あ、緑色の緑も、もだね、もモノ一種、なんかのモじゃないかなと思った。ネットで購入したから、お店じゃないもんでね、どうしようかな、どうしようかなっていうか、まあどうにもしないんだけど、まあこういうこともあるさって感じだね。で、一応まあ他にもネットでいろんなミドリムシに関することを調べてたら、同じ経験されてた方いらっしゃったね。ネットで購入したミドリムシが育ててたらミドリムシじゃなかったって藻だったっていうね同じ経験された方もいらっしゃった。多分な、同じところで買ったのかもしれないね、うん、まあそういう風なのもある。でもミドリムシ買うときはちょっと、まあ、注意っていうかね、そういう風に偽物っていうかね、偽物を売ってくる人もまあ中にもいるっていうか、そういうのもまああるってことだね、うん、あれもね、厳密に最初から最初、ただ例えばそのミドリムシも中には少しはいるんだけど、でも大半が藻だったとかね、まあなんていうか、まあ限りなく黒に近いグレーっていうか、そういう可能性もあるしね。普通に育てたら藻がでも育っていくから意味ないっちゅうにっていうね、うん、だけど、うーん、育て方がうまくない人とかが育ててるのかもしれないしね、うん、ちゃんと育てたらもっと鮮やかな蛍光グリーンになるはずなんだけど、でそれを売ったらいいんだけど、なぜかね藻を売ってるっていうね。本人ももしかしたら気づいてないのかもしれない。そんなことはないと思うけどな。ただまあとりあえずね、あれはなんか見てるとどう見てもね蛍光グリーンじゃないから、あれミドリムシいないんじゃないかなって思ってる。でそれ調べるために顕微鏡が必要なんだよね。で顕微鏡でまあちょっと高いやつは買えないもんで、とりあえず5000円ほどのやつをまあ買ってそれ使って、で見る、確認するだね。ミドリムシがいるのかどうか、何がいるのかってやつだね。モなのかミドリムシなのかって、その確認。まあね、十中八九モだな、あれは。ミドリムシいないと思う。蛍光グリーンになってないもんね。あれモじゃないかな。だからちょっと実験は仕切り直しが必要になってくると思う、まあ一回ね、一回実験は仕切り直しが必要になると思う、なんでミドリムシをねとりあえず確保しなきゃいけないんだよね。そっからだね蛍光グリーンのミドリムシが手に入ったら実験再開っていう形になります。あれはとりあえずほっとこうかな。ほっとこうっていうか、まあ、どう見てもミドリムシじゃないな、あれな。まあ、ほっとくっていうか、一応死んじゃうと顕微鏡で確認が取れないけど、まあ、顕微鏡はおそらく明日には来ると思うもんで、まあそしたらちょっと見てみるってところです。まあこんな感じですね。ミドリムシの実験は、まあ開発実験今日4日目だけど、4日目にして、もう一回ちょっとやり直しかなってところですね。うん。
まあそんなところです。そしたら、絶食435日目完了です。それではまた明日。